アンリ・ビュッセルは、フランスの作曲家、編曲家、指揮者、音楽教師。本名は、アンリ・ポール・ビュッセルで、聖は、ビュッセール、ビュッセールとも表記される。パリで101歳で調整しており、ポール・ル・フレムと同様、フランス音楽史で非常に長生きした音楽家である、オート・イコール・ガローンル県、トゥールーズ出身。シャルル・グノーの秘書を務めながら1893年に、 ローマ大正音楽部門の覇者となる。指揮者としては、クロード・ドビュッシーを支持したり、ジュール・マスネの最後の20年間に、その最も近しい擁護者となった。パリ音楽院作曲家の名教師としても聖望があった。ドビュッシーのピアノ連弾曲、小則曲は、ビュッセルによってオーケストラ編曲され、今日のオーケストラによっても取り上げられている。また、ドビュッシーの作品では他に、 春のオーケストレーションも行っており、オペラ、ペレアスとメリザンド初演の際には合唱式を担当している。夫人は王子の名詞オペラのイボンヌガル。1973年死去。門弟の多くがローマ大賞音楽部門で第1位あるいは第2位を獲得しており、ほとんどが後にパリ音楽院で教鞭をとっている。ありがとうございます。